じゃあストラクチャーに入ります。4つのグループに分けます。はい、じゃあ A グループの人立ってください。そして C グループのところに行って友達を見つけてきてください。友達、はい、B、C グループ手挙げてね。私を友達になってはい、じゃあ戻って同じこと B の人、はい、手挙げて、はい、B の人パートナー捕まって、捕まえて、最初の友達分かりますか、はい、最初の友達分かりますか、はい、2番目の友達分かりますか、はい、じゃあこれをやりますみんなここにいるのね。1、2、3、4、5、6、7、8、全員右側を見てみます。1、2、3、4、5、6、次1、2で自分の最初の友達を見ます。1、2、いる、いた、見つけた、ちょっとちょっと見つけたつもりじゃなくて見つけて目が合ってる、目が合った、ハロー、カンバック、次の友達ね、1、2、ハロー、カンバックできた、本当うなずけばいいし、もしかしたら下なんか遠いからさ、こうしなきゃいけないかもしれないわかんないけど、構造的だなと思って、組み立て方が分かって面白かったです。 A グループ、 B グループ、 C グループ、 D グループ、全員 A、 一回だけ A やってポーズします。ユニソン。 A の人たちは B ポーズをやります。他の3グループは動き B はやらないんでポーズだけやります。ポーズだけやるっていうのはだから A は簡単なので A やってポーズ、 B やってポーズで、他の人たちは A やってA ポーズ、2、3、4、 B のやつはやらないでポーズ、2、3、4、 こういうふうになります。わかりますか。だからここだけソロなのね、他のみんなはコーラスだけやってるね、これだけやるって感じで。もこれはだんだん増えてきます。というのは C、 A の人は次 C をやります。それで B のグループがジョイントします。でも C はまたポーズだけやります。 D もまたポーズだけやりますね。この人はずっとポーズばっかりやってで、 A の人は D もやって一緒に B の人とかで、今度 C グループも初めて D をやります。で D のグループの人またポーズだけやります。楽ちん、ここは楽ちんです。3、4、はい、全員でせーの、 D。
なんか他の参加者の方との一体感みたいなのがすごい楽しかったです。知らない人と同じ動きでも違う動きをして一つの作品作り上げる感じがすごくワクワクしました。アイデア的にこの A の人と C の人が書くもんね。そうでしょ、最初に C の人で、この B の人と E、この D の人が書く。で、次何やってもらいますかというと、 A の人が2回 A をやります。で、ポーズ。 B の人も、 B の人は4回やります。ポーズ。でも C の人は A と友達なので2回だけやります。で、 D の人は4回やります。そしたらこの4回やることによってカップルが明確に分かります。で、この後は一緒ね。 B2 回ポーズ、 C2 回ポーズ、 D2 回ポーズ、 E2 回ポーズ。ここも B ポーズ。最後、この2つのグループっていうのは A2 回しかやってないから、この B と C、D グループを待たなきゃいけないのね。だから6回 A グループやります。で、B、C グループっていうのは、E ポーズの後に 1カウント分だけやらない。何もやらないっていうのは、このポーズですか。あ、この待ってるってこと、はい。ま、だから E を2回やりました。ポーズ、2、3、4、友達は F やってます。一緒にやります、一緒にやります、一緒にやります。よーし、行ってみようぜ。ダメ、ここからね、ここから2つ A やるところだ。最初難しいなと思ったんですけど、まあ間違えるとどちらかなんで、難しいですけど、やってみたらすごい楽しくて、すごいいい汗をかきました。本番はこれないですよね。もうちょっと遠くなんかね、こうもっと長いんですよ本当は。で、全部ここら辺に書いてやってるしあ見えない。いろいろやったんですよ、紙に書いたりとか。でも本当覚えるしかない。で、今は周りにほらメンバーがいるから真似することができるけれども、自分のボイスは自分だけなので誰にも聞くことができないっていう。いや、でもさ、動きもね、やってストラクチャー、あの人
なたたち天才ですよ。だから3ヶ月くらいやって練習してたから、でそれを2時間でやれっていうのがちょっと暴力的なのよ。じゃあ最後のお題ね。はい、みんな好きな場所に行って。よし。